今日はハワイの教えのコーナー。ご紹介する格言はイカオレロのケオラ、イカオレロのカマケ。アロハ、ハワイからお届けするフラナビハワイチャンネル、吉見大輔です。今日はハワイの教えのコーナー、言葉に関するハワイアンの価値観を教えてくれる言葉です。イカオレロのケオラ、イカオレロのカマケ。日本語にするなら、言葉に命あり、言葉に死ありというね、ちょっと物騒な言葉でもあるんですけれども、すごく深い言葉として僕はとても大切にしている言葉です。さて、この格言の中にあるキーワード、まずオレロが言葉、そしてオラは命、あるいは活力、癒しっていう意味ですね。そしてマケは死です。このハワイの格言、日本の言霊の考え方に通じるものがありますよね。言葉には力があるという考え方、この言葉から受け取るメッセージ、僕はこういうふうに受け止めています。言葉には注意しよう。まあ当たり前のことなんですけれども、言葉に注意する、どういうふうにしたらいいのか。言葉ってそもそも方向を考えると双方向ですよね。行ったり来たり、受信する言葉と発信する言葉があると思うんですけれども、このハワイの格言が伝えるメッセージって、まず受け取るのは自分から発信する言葉についての注意喚起というかね、言葉を発するときはまず考えてから発しなさい、自分の発する言葉をよく選びなさいっていうふうに教えられます。ハワイでは受信する言葉っていうのもありますよね。特に今この時代、インターネットの時代、 SNS の時代だと、自分が見るね、インターネットのサイト、あるいは SNS のコメントだとかね、人が発する言葉を受信します。その受信する言葉にも注意した方がいいよっていうメッセージとして受け取れます。ハワイ語で言葉ってオレロですけれども、そのオレロ、形が2種類少なくともありますよね。一つは声を通して出てくる言葉、もう一つは文字で伝わる言葉。声を通して伝える言葉が対面式と考えるなら、文字を通して伝える言葉っていうのは、まあ非対面式、顔を見合わせない状態で伝え合うものですよね。で、とかく文字を通しての非対面式の言葉のコミュニケーションでいろいろ問題って起こりますよね。本来伝えたかったメッセージがうまく伝わらなかったり、よりきつく伝わってしまったりというね。で、僕がこのハワイの格言から受け取るのは、対面式も非対面式も同じように言葉には気をつけよう、注意しよう、受け取る言葉も発する言葉も注意しようということで、じゃあ実際にどう行動に移すか。ハワイ式に言うなら、オラを発信受信するのか、マケを発信受信するのか。当然ね、これを見ているあなたはオラを発信して受信する側にいることを選びますよね。僕もそうです。今後は発信も受信もオラを選びましょう。どんな言葉、オレロを発信するか受信するかっていうのは自分で選べることなので、せめて自分で選べる行動はしっかり選んでいきたいと僕も思っています。で、思うのが、発信する言葉というのはね、もう自分の意識次第で決められますけれども、受信する方ちょっと陥ってしまいがちなのがね、例えばテレビ、ツイッターみたいなものは、なんかね、負けな言葉が溢れてたりするじゃないですか。まあ人によってその受け止め方は違うかもしれませんが、僕は個人的にそう感じているので、テレビとツイッターをシャットアウトしようかなと思っています。で、逆にオラな言葉が溢れている場所、まあ僕はテレビよりは本だと思うし、 SNS ならツイッターよりもインスタだったり Facebook なような気がしています。そんな風に各自がね、受信する場所を選んでいくのも重要なことかななんて考えてます。
ハワイアンの言葉に対する価値観が伝わる格言を今日はご紹介しました。ハワイの格言、教え、いろんな名言を集めた言葉、リブアロハという本があります。僕が作った本です。よかったらこの本手に入れて読んでみてください。それでは次の動画でまた会いましょう。アロハ。